アデリーランド、フランスが領有権を主張している部分アデリーランド、テールアデリーは南極にある地域の名称、南極大陸東部に位置する。その海岸をアデリー海岸と呼ぶ。1840年にフランス人探検家デュルビルが発見した海岸でデュルビルの妻アデリーの名が付けられた。地理的なアデリー海岸は、 統計136度11分から統計142度02分の範囲の海岸を指す。フランスは統計136度から統計142度にかけての範囲について南極点を頂点とする線形の領域の領有権を主張している。アデリーペンディンはこの地で発見されたことからその名がついた。デュルビルの高海地理的なアデリー海岸は ウィルクスランドの一部とされ、西はビクターベイニッシュ側のプルクアパポイントから、東はコモンウェルスベイニッシュ側のポイント、オールデンまでの海岸を指す。西側はクラリー海岸と東側はジョージ五星海岸と接している。アデリー海岸が面する南極海の海域はデュルビル海と呼ばれる。2005年時点の南時局はアデリー海岸沖合に所在する。フランスは、 アデリー海岸から南極点にかけて、統計136度から統計142度の線形の地域について領有権を主張しており、フランス領南方、南極地域の一部に位置づけている。海岸線の長さは約 350km、海岸から南極点までの距離は約 2600km あり、面積は約43万2000平方キロメートルである。 フランスが主張する領土の両側、統計136度異西及び統計142度異等の領域は、オーストラリアが領有権を主張している。フランスも提約している南極条約によって、南極地域における領土主権、請求権は凍結されている。デュモン・デュルビル基地とアデリー・ペンディンのコロニーフランスのデュモン・デュルビル基地は設置されている。 海岸から約3 2 0トル離れた内陸部の東南極表彰上にはフランスのシャルコ基地がある。1840年に遠征によって持ち帰った岩石。1840年、フランス人探検家ジュール・セバスティアン・セザール・デューモン・デュルビルがこの海岸を発見し、ツマーデリーの名をつけた。1950年、フランスはポート・マーティンに 最初の基地を建設したが、1952年に火災によって失われている。1956年にリューモンリュルビル基地が建設された。1957年、国際地球観測年に際して内陸部にシャルコ基地が建設された。ありがとうございます。